皆様手を振ってお別れしましょう。バイバーイ。さて次がいよいよ最後の種目です。ライちゃん、猫の身体能力の高さを見るためにさまざまな障害物を用意しました。障害物走、アジリティ走に挑戦です。たくさん道具があるので一つ一つ紹介していきましょう。まず最初に来るのはハードル。1枚目が30センチ、2枚目が50センチ、3枚目は70センチ。猫にとっては目の前にそびえる高い壁、果たして越えることはできるのでしょうか。そしてハードルを越えると次に待っているのは横倒しになったはしご。このはしごは上下にジグザグに渡りきることができれば成功です。猫のしなやかな背骨の動きにご注目ください。そしてはしごを越えると透明な狭いトンネルが待っています。猫はヒゲが当たることで自分の体が通れる広さかどうか見極めることができるんです。これらの障害物無事にクリアすることができたら今までで一番大きな拍手をお願いいたします。最後にやってくるのはここキャットストリートで一番身体能力が高いこの猫チャイ。どうぞラストレースは私の後ろから登場です。やってきたのはベンガル、名前はチャイ。ベンガルは山猫に最も近い種類で運動神経は抜群です。それでは慎重に参りましょう。アゲリベルリゴー。1枚目が、2枚目が、3枚目が、そしてはしごは上下にジグザグに行くことができるでしょうか。はしごは上下にジグザグに、オッケー、トンネルくぐって最後は全力を切らない、オッケー、できました。そしてあの高いタワーから最後見事演奏を務めたのはベンガルのチャイでした。いやあっという間でした。さまざまな猫の身体能力をご覧いただきました。本日のザ・キャッツ、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。今日ご覧いただいた通り猫たちはちょっぴり臆病でとっても気まぐれな動物ですが、私たちにとってはかけがえのないパートナーです。今日楽しんでいただいた皆様がお家にいるパートナーの猫だけでなくパートナーのいない猫のことまで少し考えていただけると私たちも猫たちもとっても嬉しく思います。最後くす玉がやってきました。開けてくれるのはアメリカンショートヘアのひまわりちゃんです。ボートにかっこよく決めてもらいましょう。ひまわり、このくす玉の紐、これ引っ張って、ひまわりこれ引っ張って、バンデー、オッケー、できました。さて、なんて書いてありますか。またにゃ、ということで皆さん、またお会いしましょう。またにゃ。猫の気まぐれな一面だって魅力たっぷりに伝えることができたに違いない。何がこんな風に人間たちを招待するのもいいかもしれないね。たっぷりこの世界はいかがですか。以上でザ・キャッツは終了です。